こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、はい、麺です。前回悪魔の木村を食べたんですよね。でその時にマッドマックスっていう商品があるんです、次回食べますって言ってたと思うんですけど、激辛マッドマックスですよ。地獄ってことですね。怖いわ、タイトルが怖いわ、物騒ですね。はい、ちょっとね、まあまあ最近辛いものも食べてますからね、これはどのレベルの辛さなのかちょっと食べてみたいと思います。じゃあちょっと作りたいと思います。はい、悪魔の木村激辛マッドマックスは1袋3食入りです。そして今回もチキンラーメンだけど、具材と悪魔の木村激辛マッドマックス激辛スープがついています。 ABC って書いて、なんかピーク菓子みたいですね。今回のこの具材がですね、キムチとニラと唐辛子が入ってるみたいです。いや、麺もそうじゃなかったかな。でまずはこちらに麺を入れていきます。このチキンラーメンはね、茹でなくても美味しいんですよね。はい、でですね、浮き袋出しました。前動画で予告した時にコメント欄で、木村マッドマックスは卵を入れると辛くなくなるよって、そのままでも食べてみてっていうコメントをいただいてたんですよね。次では卵を入れずに食べてみます。ちっちゃ、世間の皆さんは結構これで満足できる感じなんですよね。ちょっと体の構造がすごく不思議です。あ、間違えた。ちょっと早くここに卵ポケットに入れちゃいけんかった。また間違えた。前回の木村よりもすごく唐辛子とかが多い気がする。端っこに入れとこう。これでもやばいな、唐辛子がやばい。なんか奇妙な人みたい。あ、間違えた。そうや、12個入れちゃった。10人前のチキンラーメン食べようと思っとったんやけど、なんか思わず流れ作業で4袋全部使っちゃったっけ。こっちに11人前で1人前で全部12人前あります。まあいいや、大して変わらん。はい、火薬を入れたら次は卵を入れます。わー、綺麗になった。はい、11個ですね。こっちには入れないです。じゃん。で今回私はね、攻めたいと思います。さらにここにキムチをプラスします。9袋の方に、あ、11か。ちょっとなんか後乗せトッピングでもよかったんだけど、なんか茹でた卵に絡んでほしかった。一緒に茹でられてほしい。分量通りのお湯を入れます。こっちもお湯を入れます。まあ卵も入れずにこれぞチキンラーメンですね。はい、じゃあ3分ぐらい経ちました。ちやん、おー、美味しそう。うまく茹でられてるとこと茹でられてないところがある。下の方がめっちゃ茹でられるな。で次はですね、じゃん、いよいよこの辛い成分を入れたいと思います。わー、悪魔の色ですね。でこっちにも1袋分入れます。なんか最初に入れた意味あんま意味なかったかも。気持ちいい。じゃん、完成です。なんかめっちゃ重い。重っ。まあそれ重いか。はい、めっちゃ辛そうですね。ちょっとこのキムチ上にトッピングしよう。このね、卵を飾るようにキムチを飾りましょう。いただきます。まずはこちらのチキンラーメンから食べていきます。卵なしの方からほぐして。寂しいの、なんか。はい、こんな感じですね。美味しそう。辛いけど、うまい。あれはちょっとやっぱ辛いかな。ピンキー残りますよね、辛いのって後から。今日スープだけ飲んでみます。あ、辛い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 、牛乳。これね、私的には美味しいです。辛うまって感じ。結構本当に舌とかもヒリヒリする辛さだけど、食べれるレベルですね。トッピングとかなしでも。ただスープだけです。完食です。あ、うん、あ、辛いな。でもこれ結構私的にはいける辛さでした。
これがもういけるからさ、からこっちなんて卵入りだから全然好きでしょうね。余裕な気がします。じゃあ卵を割りたいと思います。でー、わー、キムチと絡んで絶対美味しいやん。これ美味しそう。美味しい。これ全然辛くない。先に辛い方を食べた時より辛く感じないのかもしれないですね。そんなね、これマッドマックスって感じ。なんか前とそんな変わらないような出汁気をしちゃう。やっぱり牛乳こぼすところでした。マッドマックス味わうところでしたね。このチキンラーメンのスープに辛みが足されて美味しいですね。トッピングしたキムチがシャキシャキして美味しい。じゃあこれカメラの位置が良くないね。もうちょっと変えよう。これぐらいの方がいいね。なんか休むと辛くなる。あー、でも口入れとかすごいヒリヒリしてきた。唐辛子入っておけね。入ったのかな今。そんな入った感じなかったけど、すごい痛くなった。わぁ、めっちゃ固い腕になっとる。こんなに茹でられることあるんだ。おいしい。いや、私ね、最近、まあね、辛さが結構余裕があったんで、日常話をしようかなと思うんですけど、腰がめっちゃ痛いんですよね。もう肩も痛いんですけど、で、なんか針とか、もう通ってるんやけど、もうずっと痛くって悩んでます。調理シーンを切るときに、ここにカメラがあるから、結構不自然な体勢で切ったりするには、だからこれかなとか思ったんやけど、ちょっとよくわかんないし、病院にだからちょっと行きたいな。もうこの年にもなってくるとね、いろいろね、ガタが来るんですよ。もう健康なのはね、胃袋だけです。スープめちゃめちゃ赤いですね。あ、でもそんなに辛くないよ。卵が入ってる線もあると思いますけどね。マッドマックそこまでじゃないな。前の木村もね、結構辛かったですからね。で、私的には美味しくて好きです。じゃあ最後の卵です。あ、最後にとっとった意味あんまなかったですね。で、あとはスープだけです。最後の一飲みいただきます。ごちそうさまでした。チキンラーメン、悪魔の木村、マッドマックス、めっちゃ美味しかったです。すっごい辛いかなと思ったけど、そうでもなかったですね。ま、辛いですけどね。私的にはうま辛でした。でもこっちの方が、前の悪魔の木村より唐辛子の細かいやつとかが入って、そこがちょっと辛くなってるかなって気がしますね。いや、もう辛い商品はいっぱい出てきてますからね、もうキリがないです。私的にはこれのうま辛ぐらいがちょうどいいです。ちょっとね、あとチーズも入れて食べてみたかったですね、いつものように。とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。私今回もね、これは Amazon で買いました。で、説明欄の方にこちらの商品 URL を貼ってきますので、興味のある方は見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。